ホアシ系は、大分県出身の官僚、財界人、政治家、大分県日田市で生まれる、旧政第六高等学校、東京帝国大学経済学部卒。在学中は、新人会で、学生運動に身を投じた。朝日新聞社出身のソ連スパイ・尾崎秀美、風見明、勝又誠一、穂住七郎らと共に、 この FM0 の最高政治爆料組織、昭和研究会に所属した、商工省の革新官僚であり、第二次世界大戦中には、重要産業統制協議会事務局長として、統制経済を推進し、日本国の国民経済を自由主義的、市場経済から全体主義的計画経済へ移行させる、経済新体制の確立を画策した。昭和研究会には、 ホアシラ革新官僚と、オザキラ天皇採欲らしょい、国体の衣をつけたる共産主義者が結集しており、彼らはマルクス主義に依拠して、戦争を利用する上からの国内革新政策の理論的裏付けを行い、国家総動員法の発動を推進し、この絵新体制海の親として、体制翼産改創説の推進力となった。日本国の敗戦後は、経済安定本部参与、 経済復興会議幹事長、日本産業協議会場無理事を務める傍ら、経済同友会の設立に奔走。1946年の同会発足とともに、諸井勘一、合志公平らと、当番幹事を務め、財界の脚本家の異名を取った。1947年、第1回参議院議員通常選挙に、東京都選挙区から無所属で立候補、初当選。 1950年の第2回参議院議員、通常選挙で自転落選したが、朝鮮戦争継続中の1952年3月に政府の制止を振り切り、緑風海同僚のコーラ富、宮越木介と皇人として戦後初めてソビエト連邦に第三国経由で入国、国際経済会議に出席した。その記録、州本来の招聘に応じて北京へ赴き、 成立直後の中華人民共和国幹部と初接触、中国国際貿易促進委員会と第一次、日中民間貿易協定を締結した。同年7月、帰国したホワ氏と宮越木助が名古屋駅に到着したことを発端として、駅周辺や大須球場付近に日本共産党員などが集結して、騒乱となり、大須事件は発生した。 同年10月の第25回衆議院議員総選挙で、左派社会党公認候補として出馬、当選した。1954年、ホワ氏は外務大臣により日本国旅券の発給が拒否され、ソ連の国際経済会議に出席できなかったとして、国に対して損害賠償を求め訴訟を行う。1958年、国に損害賠償を求めた。 このホア死刑事件は上国規格により敗訴が確定した。衆議院議員として東京4区から出馬、1952年から1967年まで当選連続7回。冷戦下の鉄のカーテン、竹のカーテンを民間外交から打ち破らんとする行動は大きな反響を呼び、著書はベストセラーになった。しかし、1969年のつれから、 社会党を除名され、第32回衆議院議員総選挙に無所属で立候補した者の,の落選。生涯を通じ除君されることはなかった。ありがとうございます。